大戦の最中、わずか数十名の部隊で帝国軍を壊滅寸前にまで追い詰めた集団があった。その名は人空隊。かろうじて戦争に勝利した帝国府は彼らの力を恐れ討伐に乗り出した。今本当の人空を知る者は少ない。絶望し帝国軍側の一員となったかつての仲間キスミに対抗する人空力を得るためには、大自然の力の象徴である天空竜を見なければならない。天空竜を求め旅を続けるフースケたちは、風神の竜から得た情報をたどり竜神の森を目指していた。飛行機調子いいみてえだな。当たり前だろ、地球が爆発しても壊れねえくらいずーっとネジ締めといたからよ。伝説の森。砲撃始め。アジラダ大佐、こちら演習基地のラムダです。例の人空どもが人空の里を出てこのキリラヤ山中に入ったという情報は確かです。今のところ発見できておりませんが、時間の問題でしょう。大佐の帝国軍内での威信を汚す真似はいたしません。ラムダ君、要塞城をなくしたことで軍内での私の立場が弱まったと思うのかね。決して。結果が全てなのだよ、ラムダ君。エトニウム始末できれば城の一つや二つどうということはない。は、人空どもめ、必ず探し出して抹殺してくれ。いつまでも高賃大僧城の好きにさせておくものか。帝国軍め、また森を荒らしおって、愚かな奴らよ。よし、そろそろ竜神の森だ。嘘みたい。今度は本当に墜落しないのね。頼むぜ、トシ。任せなさい、昨日と違うの、ボック。お、なんだ。何やってんだ、ちゃんと操縦しろ。あ、悪い、燃料切れだ。あのな、バカ。ラムダ様、例の服用機発見。何？
間違いない。例の人空どもだ。あの服用機を追跡しろ。はっ。おおおお、よしよし。おお、ジュンコ、お前も腹が減ったか。おお、それにしても不吉な雲行きじゃの。ん？これ見ろ、ジュンコ。今日は雨じゃ。ん？いや、晴れか？ん？まさか飛行機が降ってくるとは思わなんだ。よくまあ毎度毎度飽きもせず墜落してくれるわよね。な、小さいこと気にすんなよ。俺たちには竜を探すっていう大きな目的があるんだ。前向きに生きようじゃないか。何が前向きだ。こんな偏僻な場所に落ちやがって。これじゃ道聞こうにも人っ子一人いやしねえじゃないかよ。いや、あそこにいるぞ。あ？お、ちょうどいいとこにじいさんが寝てるぜ。しかし物好きなじいさんだな。何が楽しくてこんなとこで寝てんだ。寝とるんじゃない。お前らが落ちてきたせいで倒れてるんちゃい。そりゃどうも。ところでじいさん、竜神の森ってどこにあんのか知らない？ふざけるな。さては貴様らも森を荒らしに来よったな。とっとと出て行き。なあって、あっちょっと、あっ、あっ、バカそともが。おお、あったあった。こら、お前らまだおったのか。一体どれだけ森を荒らせば気が済むんじゃ。荒らしてねえぞ。この靴探してただけだ。へえ、じいさん、鳥と友達なのか。俺と同じだな。こいつ、俺の友達でペンギンのひろゆきっつんだ。ほう、大丈夫じゃ、純子。心配いらんよじゃ。ビビ。せーじゃー、ひろゆき、場所を考えた方がいいぞ。おい、おめえらも友達になるか。おお、そうか。いや、なんだおめえら。ほう、お前さん本当に鳥と友達になれるんじゃな。なっつきすぎだぞおめえら。しかし元気なじいさんだったな。ああ、ああいう頑固じいさんは相手にしねえ方がいいぜ。あれ、フースケとひろゆきは？フースケの方向音痴は半端じゃねえからな。しょうがねえ、探しに行くか。こちら第四分隊。ただいま D3 地点で元任空隊員当時と愛鳥を発見しました。このまま北北東四地方面へ追跡を続けます。ついに発見したか。よし、他の部隊も直ちに四地方面へ集結させろ。はっ。この辺りは純子の仲間たちの巣がたくさんあったんじゃ。だが帝国軍の奴らが焼き払ってしまった。ひでえな。ここだけじゃない。この森全体が荒らされとる。帝国軍が鉄砲や大砲の射撃訓練をするせいでたくさんの木が死んでしまった。お前ら竜神の森へ行きたいとか言っとったな。おい、竜を探しに行くんだ。とんでもなくでっけえ竜だぞ。そいつの力を借りてんだ。竜の力を借りる？ん？
危ない。お前今何をしたんじゃ。風さんの持ってる自然の力を借りたんだ。俺には風さんの中に小さな竜が見えるんだ。その竜を触ると風の竜さんのいろんな力を借りることができるんだ。けど俺はもっとでかい竜を見てもっと大きな力が使えるようになんなきゃならねえんだ。こら、フースケ、こんなところで訓練か。竜神の森探しに行かねえのかよ。おお、そうだったぞ。こりゃおじいさま、さっきはどうも失礼しました。そうだ、じいさん、竜神の森って知らねえか。こら、フースケ、また雷が落ちるじゃないか。あ、いいんですいいんです、気にしないでください。竜神の森とか全然関係ないっすから。安心せ、お前らもう竜神の森にたどり着いとる。ああ、俺、あれが竜神の森じゃ。ああ、すげえぞ。綺麗な森ね。ああ、デコウンだ。え、何？囲まれたぞ。森を壊してはならんぞ。よし、ここはじいさんの言う通りにしよう。あいつ、じいさんと一緒に先に行け。わかった。ほら、しっかりしろ、じいさん。行か。ひろゆき、リホコを頼むぞ。あれ、あれ、なんて。その辺りを探ってみろ。あ、お、獣道じゃ。森の動物たちの通り道じゃよ。よし、行こう。ラムダ様、こちら第三小隊。人空たちは森の中を北北東へ逃走中。この分だと森の中心、竜神湖へたどり着くかと思われます。この私に殺されに来るようなものだな。よし、奴らを湖で包囲する。部隊を展開させるのだ。はっ。しっかりしろ。
じいさん、じいさん大丈夫か。じいさん、ありがとう。わしはもうよい。お前たちだけで逃げろ。あそこに見える湖へ行け。あの湖の中に秘密の抜け穴がある。そこをくぐればなんとか逃げ切れるじゃろう。けどじいさん怪我してるのに。わしは大丈夫じゃ。きっとこの森が守ってくれる。よいか、森を大切にすればきっと森は力を貸してくれる。だが森を悲しませるようなことをすれば森に仕返しをされる。無駄な争いをして森に迷惑をかけんと約束できるか。約束できるぞ。よし、ならば行け。サンキュー、じいさん。バーイ、達者でな。こちら第6部隊、配置完了しました。了解、そのまま待機せよ。第11部隊、配置完了。よし、出かけるか。綺麗な湖。よし、じいさんの言ってた抜け穴を探すぞ。ん？あそこに船がある。おい、このでっかい湖どうやって抜け穴探すんだ。どうした？呆れちゃうわね。何よこの森は。帝国軍の同窓会でもやってるわけ？黒のネズミだ、撃て。やめてよ。こりゃ派手なお出迎えだな。隊長、 あのテントのある下まで飛べるか。よし、空蛇礁であのテント村ごと地中に埋めてやるぜ。俺はダメだ。なんでだよ。俺はじいさんと約束したんだ。森に迷惑はかけねえって。だから森を壊すようなことはしねえでくれ。そんなこと言ったってよ。レディーが乗ってんのよ。ルースケ、そんなこと言ってる場合じゃないぜ。そうよそうよ、こんなちっちゃい船一発でも当たったらこんなみじんこになっちゃうのよ。ダメだ、約束なんだ。この森を壊しちゃいけねえ。死んじゃうでしょ。ねえ、これ何？ラムダ様、湖の中に何か見えます。ん？撃ち方やめい、撃ち方やめい。ウーだ。すげえ。これが聖子の言ってた天空竜か。
海？みてえだな。湖と海があの水中洞窟でつながってたってわけか。ずいぶんと豪快な抜け道だぜ。じいさんの言った通りになったぞ。森とその周りの自然がみんなで俺たちを助けてくれたんだ。ねえ、あの魚の群れが竜神の森の竜の正体だったの？多分な。竜探しの旅はまた一からやり直しか。けど俺、本物の竜見た気がしたぞ。ご報告いたします。アジラダ隊は竜神の森にて忍空たちを取り逃がしました。我が特旗部隊にご命令をください。いや、すでに手は打ってある。通常戦力では徒労に終わるだけだ。あ、アジラダ大佐が伝統ある剣法の使い手だという話を君は聞いたことがあるか？いえ。アジラダ大佐は剣法で忍空に対抗するつもりなのでしょう？まさかな。忍空に優るものは忍空だけだ。愛鳥大変だぞ。当時が忍空牢に捕まっちまったぞ。このままだとあいつの命が危ねえ。早いとこ当時を助けに行くぞ。ああ、愛鳥。ところで忍空牢ってなんだ？次回、忍空牢の罠。今度はなんだかすげえ大変だぞ。頬に当たる風が傷を消してゆく。君の声が遠く近く聞こえてる。約束の場所が遠くない。もう一度ここから歩き始めよう。見上げる空果てしなく